今回は損保ジャパンの内定者の中野さんに来ていただいております。模擬面接ですけど、実際に最終面接を担当する面接官とお話ししていただきますみたいな。一番印象的に残ったのが、自身の強みと弱みをそれぞれ5個挙げてくれと言われて。就活会議。就活会議の徳田氏です。今回は損保ジャパンの内定極意について伺うべく、内定者の中野さんに来ていただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。法政大学の中野と申します。就活時代は金融業界を中心に受けておりました。よろしくお願いいたします。今回損保ジャパンを受験したのは何でだったんですか？損害保険に興味があって、業界順位というところを見た時に、トップの東京海上日動さんは少し自分には難しいかなと思ったんですけども、2番手の損保ジャパンならそれに比べて内定取りやすいかなと思って受けました。内定に至るまでの選考フローを教えていただいてよろしいですか？3月の中旬頃に ES と AP テストの提出があって、そこから模擬面接という形の面接を案内されて、こちらオンラインで1回やった後に、また次模擬面接という形で対面でやるよと言われて、これが実質的な最終で、その後に人事面談という形でオンラインで面談があるんですけども、そこはただ内定を伝えられるだけでした。じゃあこの模擬面接が実際面接だってことなんですね。はい、企業からは模擬面接はどういう風な案内なんですか？シンプルに模擬面接。模擬面接をしたいので日誌あげてくださいとだけ伝えられて、選考要素とか全く伝えられてなかった。じゃあ行ってみたら、これちょっとなんか様子が違うぞみたいな感じなんですか？1時はそうだったんですけど、2時に関してはなんか電話の中で、次は模擬面接ですけど実際に最終面接を担当する面接官とお話ししていただきますみたいなこと言われたので、はい、あ、これ最終なのかなと思って受けました。事前にこの模擬面接っていう風な案内が来ますみたいなのって、その口コミサイトとかって見てたりとかもなかった感じなんですか？そちらはいろいろ見てて、模擬面接という形で面接はあるけど、しっかり選考要素あると思うから準備していった方がいいよというところは見ていました。損保ならではの質問とか、損保ジャパンさんの選考の特徴みたいなところとかでいくと、なんかどんな感じでした？主に2つありまして、1つが損保への業界理解を図っている質問が多かったかなと思っていて、損保の社会的意義であったり、他の損保に抱いているイメージなども聞かれました。2つ目といたしましては、ストレス体制を図る質問が多かったかなと思っていて、損害保険というとやっぱり損害サービス部門とかはお客様からのクレームを対応するというところで、ストレス対策が必要なお仕事であるので、そこを測るような質問は多かったです。損保の社会的意義って、まあ、就活の対策しててもあんまり考えない部分かなって思ってて、ここって実際どういうふうに答えられたんですか？個人や企業の成長を支えることが社会的意義だというところに伝えていて、損害保険というとよく言われるのがお茶の間から宇宙までと言われるんですけども、そこを全てカバーできるような保険を準備しているので、どのような業界の方の挑戦も支えられている面で、そこは社会的意義かなと思いました。ちなみにもう一つ、ストレス耐性をこう測るような困る質問みたいなのって、具体的にどんな質問が来るんですか？一番印象的に残ったのが、自身の強みと弱みをそれぞれ5個挙げてくれと言われて、それが急に来たのですごく苦戦しました。結構弱みとかだとパッパーって上がる人多そうなイメージですけれど、強み5個って結構大変ですよね。そうですね、もう全く同じような回答になってしまったかなという記憶ですね。そこは全部答えられなくてもなんとかいけるものなんですか？一応答えたんですけども、はい、おそらく回答というよりはそこに対応できるかというところが重視されていると思っていて、全くその強みや弱みに対して深掘りはされなかったので、言うこと自体が大事かなと思います。なんかその他にストレス耐性を測るような質問で、こう特徴的な質問とかって他にあったりしました？よく聞かれるのが挫折経験だったり困難な経験だと思うんですけども、損保ジャパンさんはこれを2つ聞かれて1つしか用意してなかったので苦労はしました。なんか事前に準備しておいても結構準備しきれない質問とかもやっぱり来るものでした？そうですね、私自身しっかり準備はしていた方かなと思うんですけども、うん、それでも答えれない質問っていうのはあったので、まあ、瞬発力が大事かなと思います。その瞬発力ってやっぱりこう面接の場数で鍛えられた感じですか？そうですね、面接の回数はかなり30回以上はやっていましたので、そこで鍛えれたかなと思います。中野さん自身他の損保も受けてたっていう話ですが、はい、なんかここってやっぱり企業側から聞かれるんですか？目が3社に対する印象であったりイメージというものをしっかりと聞かれました。なんかここって実際、まあ、受けられてて企業研究もされてるとは思うんですけど、はい、どういうなんか印象って答えるのが適切だったりとか、違いとかってどうですか？
東京海上日動さんの方はあまり選考が進んでいなかったので企業理解も進んでいなかったんですけど、とりあえず業界最大手であったり自身の成長環境が整っているというところ大雑把に答えていました。三井住友海上さんの方は、より新規への取り組みが強いかなというふうに答えていて、新規事業はもちろんですけどベンチャー企業の支援も行っているので、そういう面でそこは強みかなと答えていました。損保ジャパンさんに関してはグループ力というのを挙げていて、損害保険だけじゃなくて介護事業であったりヘルスケア事業にも展開しているので、そこの強みというのは言っていました。ここの会社だけ受けてたらダメって感じなんですね。もう他の企業も受けて企業研究もある程度ちゃんと進んでないと結構太刀打ちできないっていう。そうですね、そこはしっかりと全部受けといた方がいいかなと思います。今すぐ内定が欲しいそこのあなた、就活会議は内定者の ES 選考体系機が読み放題、その数なんと13万社以上、しかも選考状況がリアルタイムで見れちゃいます。詳しくは概要欄コメント欄からチェックしてね。内定者から見てその同業界の他の会社とこの企業の違いとかって、ちょっと今企業の特徴みたいな面で聞きましたけれども、選考の特徴とかでいくと何か違う点はありましたか？一番は選考の面接の回数が少ないことかなと思っておりまして、最後の人事面談を除くと面接の回数が2回で内定が出るので、そこはすごく他に比べて有利な点かなと思います。生命保険についての話も別でちょっと伺ったんですけれども、ここの会社に関してだけなのか損保がそうなのかでいくと、もうこの会社が限定的に結構少ないっていう感じになる。そうですね、他の三井住友海上さんであったり東京海上さんは面接も 3,4 回あるそうなので、そこは結構違うかなと思います。なんかこの模擬面接の中でより重点的に聞かれた質問とかってありましたか？志望動機関連よりもガクチカとかそういうパーソナルな質問が多かったかなと思います。ガクチカの中とかでも見る面としてはなんかそのストレス耐性がやっぱり多かったりはするんですか？それぞれのガクチカの中で苦労した経験であったり難しかったことというのをしっかり聞かれて、それに対してどう対処したかなも聞かれました。そのストレス耐性の他の面でいくとなんかアピールした方がいい素養だとかって何かありますかね？営業力というところかなと思っておりまして、タクシー氏に最後の人事面談のフィードバックで言われたのが、会話がうまくて営業しているイメージが湧いたというところが伝えられたので、そういう面で自分が営業できるんだぞというところは示すべきかなと思います。面接で営業できるんだ感を伝えに行く結構至難の技だなっていうふうに率直に思ってて、それこそ もちろん場数とかも重要になってくると思うんですけど、伝え方としてなんかどんなことを意識されてたとかってありますか？まず一つが結論ベースでお話しするということを意識していて、何か聞かれたらそれに対して結論を言って全部説明するんじゃなくて、そこは会話を意識しながら相手に聞かれたら詳細を答えるってところを意識はしておりました。今その選考対策についていろいろ聞いてはいってるんですけれども、なんか事前にこれ準備しておいた方がいいよ的なものって何かありますか？逆質問はしっかり5問ぐらい準備しておくべきかなと思っておりまして、こちら面接2回あったんですけども、どちらも10分ぐらい逆質問の時間が取られていて、5問ぐらい聞いてやっと時間が埋まるぐらいかなと思ったのでそこはしっかり準備しておくべきかなと思います。なんか聞いてよかった質問とかって何かありました？まず基本的な他の業界との違いであったり弱みというところは聞いていって、あとは働いている中で感じる会社の好きなところとか、そういう個人に対する質問というのをしっかり聞いていて、どのようなキャリアを歩まれたのかであったり、どのような経験が一番印象に残っているのかというところは聞いていました。もうそれは結構意図的にって感じですか？私自身準備してなかったので、その場で考えるしかないなというところで、キャリアを掘ればどんどんあっちも会話してくれるだろうなというところで、あちらの個人情報というんですかキャリアを掘りましたじゃあちょっと最後に、今日たくさんお話伺ってきたんですけれども、これから損保ジャパンを挑戦しようと思っている学生さんへ一言お願いいたします。実際面接官の方であったりインターンの中でお会いした社員の方々はすごく優しい方が多くて、面接の中でも一切圧迫感がないので、受けたい方は気軽に受けてみてもいいのかなと思います。受ける際は企業分析はもちろんのこと、自己分析もしっかりと固めた上で受けることをお勧めいたします。頑張ってください。ということで今回は損保ジャパン内定者の中野さんに合格の秘訣についてお話を伺ってまいりました。中野さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。あなたにおすすめの動画と就活会議開発就活対策ツールはこちらから。明日以降の動画も見逃したくないという方はチャンネル登録もお忘れなく。今日も最後までご視聴ありがとうございました。